はい、皆さんこんにちは。今日は静岡県の三島駅に来ています。今僕は新幹線のホームにいるんですが、本日3月24日静岡地区でとんでもないことが起きたんですって。とんでもないことは何かと言いますと、今は3月青春18切符に非常に関連があるわけなんですが、青春18切符といえば普通列車に乗って移動できるという代物。ただし、まあ多くの方ご存知かと思うんですが、熱海からだいたい浜松ぐらいの区間というのは東海道線基本的にロングシートしかありません。まあ、なのでロングシートに、まあ、こういった形でずっと座って移動するか、もしくは今日みたいに新幹線に、例えば僕今小田原から静岡の券を持っているんですが、乗車券と特急券分課金しなきゃいけないんですけれども、課金をしてコンセントやリクライニングシートをゲットするか、もしくは平日時間帯によってはホームライナーに乗って課金するかみたいな、そういった方法しかないんですが、ちょっとそんな今までの概念を覆すことが静岡で起きたんですって。ということで今回はダイヤ改正で起きた静岡地区の超巨大な変化を皆さんにご紹介したいと思います。では今回もよろしくお願いします。はい、ということで静岡駅の在来線のホームまでやってきました。まあ、静岡地区現在時刻も7時前と8時前かということで、まあ、ラッシュ帰りということで結構ホームが混んでおります。こんな形でたくさんの方が並ばれているよといったところになっていまして、まあ、静岡地区といえばやっぱり左側に今止まっています211系や313系といった列車が使われていて、例えば211系の場合はロングシートだけでなくトイレもないところが辛い列車となっていました。あまり長時間停車もなかったりするんで、トイレ地獄なんていう風に揶揄されていたこともあったみたいです。さて今回皆さんにご紹介するメインの列車ですが、この後20時4分発の熱海行きとして充当されるんですって。この列車は54分に入ってくるそうなんで、ちょっとこの駅で待ってみたいと思います。いや、列車をちょっと待っていたんですが、このホームのところを見ていただきますと分かりますでしょうか。なんか警備員さんが大量に登場しまして、いや、なんかちょっと物々しい雰囲気となっております。なんでこんなに警備員さんが来るんでしょうか。やっぱりいつもと全然違う雰囲気っていうのはお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、ということで19時54分本日の主役がやってきました。これが静岡の歴史を変える列車となっているんですが、あれ、よく見たら別に何も変わっていないロングシートの313系のように見えます。この列車は島田から回送でやってきた列車なんですかと思っていると、後ろ側を見てください。なんと313系、これ僕が前関西本線で乗ったあの8000番台セントラルライナーだったはずの列車、なぜか今ここ静岡のはずですがやってきました。一体これはどういうことなんでしょうか。まあとりあえず回送としてやってきてるんで、この後の幕回しを見てみたいと思います。いや、セントラルライナーですから名古屋とか出てきそうですが、まず左手側の種別が回転をし始めて、臨時とか団体とか、まあなんかこれまでとあんまり変わらない感じがします。やっぱり快速だって見たことありますし、で右側も静岡地区がぐるぐる回っていたりとか、あんまり見ないようなものが回っております。ワンマン快速とかこれまであったんでしょうか。通勤快速とかこれも見たことがありませんと思っていたら、行き先セッティング普通熱海になりました。そうです、今日この3月14日から313系の8000番台というのが静岡に転属をして、その列車が初めての運用についたんですって。6時台に静岡から浜松行き、8時台に静岡から熱海行きとして、これは2本目の運用となっているようです。編成も S の6ということで、完全に転属したということで名前が変わっております。この列車は確か海、海と書いて新人寮に所属していたはずなんですが、列車の下のところ静岡の静のマークに静岡を合わすようなマークに変わっています。まあ、この下のところちょっと見にくいんですが、よくよくまあ心の目で見てみると海新の文字が見えるように思われます。で列車なんですが、この車両、まあ、転換クロスシートがついている列車となっていまして、まあ、ある意味で言えば初めて静岡地区では転換クロス、いや初めてではなく何十年かぶりに静岡地区に転換クロスが帰ってきたといったところになっています。でこの左手のところ方向幕もやっぱり普通熱海オレンジ色と全く何も変わっていません。まあ、中央線で最近いたのと
何一つ変わっていないというのがこの一つの魅力でもあるんですが、いや駅にいらっしゃった方っていうのも随分と混乱をされていました。まあ乗っていいのかなっていう混乱もあったと思うんですが、それだけでなく転換クロスシートということで、名古屋駅だとガチャン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 っていった形で座席をいつも進行方向に変えるっていうのが日常茶飯事な光景なんですが、皆さん座席を変えずに反対側で座っている方が結構多くいらっしゃいました。連結面のところも S6 という新しいマークに変わっていて、前の 313系 だけ見るとこれまでの何一つ変わらないような気がするんですが、よくよく見ると T11 という編成になっているので、これまでの相方とは全く違います。静岡のマークにシスのマーク、ある意味で言えば静岡の先輩です。前の車両っていうのはロングシートになっていますので、皆さん、まあ、なんて言ったらいいでしょうか、これまで通り座って特に混乱はないんですが、後ろのところの列車、特にこのセントラルライナーの場合はなんか全体的に混んでいるような印象を受けました。まあ、吊り革っていうのも真ん中にはありませんから、なんて言ったらいいでしょうか、本当に初めての導入で皆さんかなり困惑をされています。で、まあ、今回のセントラルライナーから入ってきた車両なんですが、本当に改造は最低限となっていて、種別のところのくるくる回る指定自由のところっていうのはこれまでのまんま残されていました。ただ表示っていうのは一切出ていないように思われます。で、車内なんですが、まあ、特に改造はないんですが、7時って言えばこの左のところ南号車指定自由というところがあったんですが、そこはシールで覆われちゃっております。まあ、でもこの横のところの方向幕のところから熱海が出てくるってすごく違和感です。さて列車出発なんですが、中央線の時と違ってじゃんちゃちゃじゃんちゃちゃんちゃらちゃんみたいなものをちゃんとつけて動かすっていうのが静岡流なんでしょうか、ちょっと変わったところなんじゃないかなというふうに思います。で、この上のところ真ん中のところだけはつり革があるんですが、他のところにはつり革がないので、どうしてもやっぱり出口のところに人が集まっちゃうなっていったところになっております。まあ、これ完全にシールで覆っただけなんで、本当に改造が最小限で、実際に3月6日まではちゃんと名古屋の神領とかってとこ走ってたんで、わずか1週間で静岡、まあ自分がそうなるとは思ってなかったんじゃないかなっていう気もするんですけれども、しっかりとここに入ってきています。 LED のシステムっていうのも特に変わっていないみたいです。車内本当に混んでいました。はい、では早速運転台のところも見ていきたいと思います。運転台の周りって特に変わってないような気がします。相方が違うだけかなみたいな、そんな感じがします。結局は313系同士が連結をしているだけなんで、車内がちょっと豪華になっただけで、運転手さんも車掌さんもさほど困ってないのかなといったところのように思われます。ただこの車両は結構高性能な車両で、130キロ運転というのもできていまして、実際にホームライナー水波の時は一応130キロ運転の扱いにはなっていました。でもこれ静岡地区でも普通列車で今運転なんですが、100キロオーバーで運転をしていました。結構速いような感じがします。で、あとなんですが、 ATS だってもう ST っていうのはもうこれまで通りで、特に何も変わりがありません。これ足元なんですが、これちょっと気になったのが警笛のボタンが右だと思うんですが、左側のペダルって何なんでしょうか、元からついていましたっけ。ちょっとこれごめんなさい、僕よく分かんなくって、名鉄だとミュージックオンな気がしちゃうんですが、多分この列車はそういうわけではないと思います。で、まあ、手前のところも特に変わっていないかなってところなんですが、この連結のところになんかマニュアルみたいなものが置かれていました。これは313系の8000番台なんで間違えないようにっていうところだと思われます。あとはドアのところにスイッチは2秒以上押すことというシールが、これ結構新しいんで静岡に来て追加されたんじゃないかなというふうに思われます。あとは中央扉が締め切りできるシステムっていうのがホームライナーとかの時代では使われていたんですが、それは今でも使えるようになっています。あとはこの連結面の通行注意のステッカーってこれまであったでしょうか、ちょっと僕のところでは気になったところとなっています。まあ列車自体もうこのシールとかっていうのを貼り替えただけなんで、もう本当に1週間でできることをパパッとやったよっていう感じで、なんか目撃情報とかもなかったそうなんで、特に東海道線の熱海とか身延線の方で練習をしたってことはないみたいです。で、前のところがロングシートの車両となっているんですが、やっぱりロングシートの車両の方が皆さん手慣れている感じがしまして、まんべんなく人がいるので正直言って空いてるなという感想となりました。まあどっちがいいのかって非常に危ういとこなんですが、ぶっちゃけ普段使われている方からすると前の313系の方がいいのかなっていう気もしちゃいます。前の方はしっかりと広告がついていました。313系8000番台側は広告は残念ながらゼロとなっていました。
まあ、混雑とはいえ、正直途中からポツポツと人は減ってくるんで、まあ、だいぶ緩和はされるといったところにはなりますけれども、やっぱり真ん中のところに人は行きがたいなといったところ、真ん中に行った場合は座席の上のなんて言ったんでしょうか、耳みたいな部分を持たなきゃいけないんで、荷物も置きにくいですし、ちょっと通勤には不向きかなっていうのも一つの特徴となっているかと思います。で、左側の自由とか2号車とかっていうのはシールが貼られちゃったんですが、あの網棚のところについている 3A とか 3B みたいな指定席でも使えるような座席の番号っていうのはこれまで通り残っていました。こんな感じで途中のところではもう夜なんであまり見えませんが、明るい時間帯だと進行方向の右手側では海とかっていうのも見えるようになります。今だと由比の近くなんですが、東名高速と並走するよっていったところになっております。まあ、東名高速の方からしても313系8000番台なんていたのかみたいな感じに多分ならないと思うんですが、結構びっくりなんじゃないかなというふうに思います。これまではあったとしても中央道ぐらいと並走しかなかったと思うので、新しい車窓となっています。これまでの名残が一番感じられるところがあったので、それをご紹介していきたいと思います。列車のところではしっかり静岡地区のナンバリングにも対応しているよっていうところで、富士とか出るのがすごく違和感なんですが、トイレのところに消毒の、まあ、検査表がついていまして、これを見ると全部人量になっています。特に一番下、令和4年の3月5日に人量で消毒をしているんで、まさに最後の最後まで人量でしっかり全部お仕事をしてたっていうのがわかるんじゃないかなと思います。なお車内の広告はありませんが、これまでついていた JR 東海の路線図っていうのは、まあ、特に変わりがないんでそのまま残っているよとなっています。ちょうど奥のところでは富士美濃部線と接続するところとなっていました。ではここでは車掌さんのドア扱いを見てみましょう。普通にドアを開けまして、ドアを閉める前、名古屋だと発車ベルっていうのをホームに鳴らしに行くんですが、静岡地区の場合は発車ベルを鳴らしに行くのではなくって、発車のブザーっていうの、車内に搭載されているものをピーッと押しましてドアを閉めていくと、そういったところが随分変わっています。これまでの中央線とは全く違った雰囲気かと思います。で、列車なんですが、やっぱりどんどんお客さんは減りまして、吉原ぐらいになってくると、まあ、クロスシートはまだ若干目埋まっているっていうか、まあ、ほとんど埋まっているんですが、まあ、デッキの部分というか扉の前の部分は人が減ってきました。まあ、なのでもうここまでなってくると、正直言ってこの列車の方が快適なんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ今日こうやって自転車が置いてあったんですが、結構混んでる区間で自転車だときついかもしれません。で、例えば次の駅が東田子の浦なんですが、これちょっと初めてなんじゃないでしょうか。313系の8000番台ではここまで長い駅っていうのはなかったと思うんで、次はの輪が抜けて東田子の浦を優先している表示っていうのも見ることができました。これも初表示だと思われます。あとは一番後ろのところの車掌さんのモニターも見てみたいと思います。こんな形で普通熱海という風にしっかりと対応をしています。前3両も後ろ3両も313系なんで、詳細のモードっていうのが表示できるようになっています。で、めちゃめちゃ気になったのが、前3両ロングシートの車両っていうのは室温が高めで湿度が低めとなっていました。逆に後ろ側の313系8000番台は湿度は低めで、湿度が高めで室温が低めという、なんか不思議な感じになっております。これはなんでだったのかなっていうのは若干気になったとこなんですが、とにかく313系の8000番台新しい方はムシムシしていたように感じます。あとは一番後ろに S 編成同士ってことで、このステッカーは初めて追加されたんじゃないかなと思われます。はい、ということで沼津手前でようやく座席に座ることができたので、ちょっと座席に座ってみたいと思います。これまではこういった形で、なんて言ったらいいんでしょうか、静岡地区をまさかクロスシートで移動できるなんていうことは想像もつかなかったんですが、今日はしっかりと転換クロス、それも8000番台の重厚な座席を座って移動できるっていうところがめちゃめちゃありがたいところです。で、まあ、フロント車内もカーテンはそのままですし、枕カバーもそのまま残っていて、セントラルライナー時代のチケットホルダーなんていうところも置いてあります。まあ、今後はこういった形で青春18切符をつけるよっていうのが今後のスタンダードになっていくんじゃないかなというふうに思われます。途中の20時58分途中駅の沼津に到着をしました。沼津駅からは上野東京ラインの列車も入ってくるということで、ホームがめちゃめちゃ長くなっております。この長いホームのところに313系の8000番台が入ってくるのはやっぱり今日が初めてということで、多くの方が撮影をされていました。もう随分東京にも近くなってきたわけなんですが、
これまで中津川とかで走っていた列車がまさかここに来るとはというなかなかすごく不思議な感じがしております。まさか沼津、この後熱海の方に行くんですが、沼津に今列車は入ってきています。この沼津の長時間停車というのは静岡を16分後に出発したホームライナーの待ち合わせの時間となっています。これまでは青春18切符でこの車両に課金をして、沼津からはちょっとロングシートで熱海から E231 のクロスで行こうかなって方多かったと思うんですが、今後は運用にいつ入るかは全くわからないんですけれども、単一さん系の8000番台があれば正直ホームライナーがなくても全然いいような気もしちゃいます。でもこういった形で373系と並ぶよっていうのもちょっと珍しいかなっていったところになっております。そう忘れてました。313系の8000番台では車端部にボックスシートとテーブルがついている座席っていうのが用意をされていました。もちろん車内の改造は最小限となっていますので、そこの座席っていうのはそのまま残っています。熱海とこのテーブルの組み合わせっていうのがすごく違和感に感じます。ということで三島駅までやってきました。この三島からは伊豆箱根鉄道ということで E257 系踊り子も入ってくるような場所となっているんですが、そんなところにいよいよ313系の8000番台がやってきたということになります。あの列車はこの後神奈川熱海と走っていきまして、神奈川から先では初めて丹那トンネルに入り、終点の熱海では多分 E231 系や233系と初めて対面をすることになるんじゃないかなと思います。それもなかなか暑いんでぜひ見に行きたかったんですが、ちょっと今回は都合がありまして、この三島駅で降りさせていただきました。ということで今回は初めて運用につきました静岡地区の新たな歴史を切り開く313系8000番台に実際乗ってみたというところを皆さんにご紹介させていただきました。今後青春18切符の方にはかなり朗報、逆に普段通勤されている方はちょっと最初は慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、313系8000番台をどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画は終了いたします。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。